お疲れ様です。真姫大学の特別講義でございます。今回はね、失敗から得られる大切なことというテーマでね、ナミさんからお話しいただいたんですけども、まあ、私がね、この失敗っていうテーマを取り出すときって、大体誰かと失敗してるんですよね。人間関係なんですよ。で、なんで人間関係で失敗するかというと、自分が正しいと思ってることとその他の方の意見が合わないときに、自分の意見を優先させようとするんですよね。で、そこに後付けでいろんな理屈をつけて、いわゆる見苦しい状態になっちゃうんですよ。じゃあどうやったらその失敗を避けることができるのか、人間関係との齟齬を避けることができるのかっていうと、やっぱり自分がね、一歩引いて相手を立てることなんですよね。まあそうすることによって、やっぱりね、何が思えるかっていうと、多くの人はこう感じるんですよ。さすがだなと。自分の意見もあるだろうに、ぐっとこらえて一歩引いてね、あ、きちんとした、いわゆる大人の対応を取ったなってことなんですよ。ここはやっぱり人間の格を決めるんですよね。それこそ何が正しいかとかって、誰かが決めれるものではないんですよ。あくまでも誰かとの相対関係において決まるんですよね。自分がいくらね、その貧しい経験と知識の中からこれで正しいんだって言っても、虚しいだけなんですよね。じゃあ、いかに他者との調和を取るかってことが唯一正しいことなんですよね。そうなると、いつもかつもね、自分が我を張って譲らないという、まあ、そんな人格になるのか、それとも相手の理屈をまずはね、通してその通りにやってみるっていうことで調和を図るのかっていうことなんですよね。これで人間の格が決まると思います。すべからく失敗というのは、このように自分がね、我を張ることによって人から嫌われて、人から離れられてしまってね、呆れられてムカつかれてですね、どうしようもない人生になっていることに気づいていないことじゃないかなと思うんですよ。まさに顔を張る人ってのは、自分が人にどれだけ迷惑をかけてるのか気づいてないですからね。まあですんでね、もう私はそういう人間すごく嫌だなと思いますよね。要するに、私との関係が悪くなくても、誰かと揉めてる人間をね、やっぱ仲間にしようとは思わないですからね。まあそうですね。なんかこう、口を聞くと対立するっていうんですかね。なんかその、自分の意見すら、なんか通してくれないっていうことになると付き合いにくいですからね。まあ、今後も、まあ、そのような視点をね、持っていきたいなと思う。まあ、つまりどういうことかっていうと、失敗とは何なのかっていうとね、自分の我を張ってですね、誰かと揉めることをね、当然と思ってることなんですよね。この前もなんかお話ししましたけど、本当に強い人間っていうかね、何が強い人間かっていうと、本当は力があるのに、ぐっとこらえて下向いて、すませんでしたって言えることなんじゃないかなと思うんですよ。この謝れる強さとかね、自分が正しくてもきちんと相手に譲れること。むしろ自分が正しいからこそ、相手の意見を踏襲してですね、それをまずやってみて、ほらねって言えることなんですよね。これは別の場面でも、その相談事があってね、お答えさせてもらったことがあると思いますけども、自分の考えが正しくって相手の考えが間違っていると思えば思うほど、相手の意見を採用した方がいいんですよ。そうするとすぐ結果が出ますからね。その後で、じゃあ今度は私の考えでやってみましょうかっていうのが成り立つわけですよね。これが最も賢い解決方法なんじゃないかなと思います。そうすると、失敗から得れることっていうのがたくさん増えるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、すべからく失敗というのはね、周りの人から冷たい対応を取られてしまったりとかね、嫌われてしまったりとかね、その時に自分は悪くないのになんでだろうと思うんじゃなくて、あ、なるほど、自分が我を張った結果こうなったんだなっていうふうに気づけることではないかなと思います。昨日のね、ライブハウスでもこんな話をさせてもらったと思いますけども、多くの方が共感してくださって、こういうところで自分も我を張ってしまったんだなっていうふうにね、気づいていただいて行動を変えてもらったかなってことでございます。ちなみに今日ね、 YouTube チャンネルをスタートした方がいらっしゃって、その方も私のその言葉を聞いて周りの人と仲直りしたということを記念の第一歩の動画にさせていただいたということでございました。非常に嬉しかったですね。はい、私もね、別にね、自分が正しいよって言ってるわけじゃなくて、久保さんの言うことは最もだという人とだけ付き合ってるってことなんですよね。はい、お疲れ様でございました。